ワーグワンスカイワーク、ワーグワントントバー、やっちゃう、やっちゃいますか、バーン。出会いが全ての始まり、あいつにやられて始まり、気づいた時から始まり、打ちのめされても始まり、アミシャス常識はみ出し、自分のヤバさを編み出し、やるなら今その時が来た、揃えろ足並み、始まり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 、次々みんなと交わり、弱い心を旅立ち、強い言葉を吐き出し、衝撃の点雷、自分を試して恥かき、経験することに価値あり、忘れんならがのたしなみ、大切なものはわびさび、始まり始まりりりり始ま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 りりりり始まり始まり始まりりり始まりりりり始まり始まりどん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 始まりりりりりり始まり始まり。はい、皆さんこんばんは。日曜日の夜ですか、いかがお過ごしでしょう。コーナー店長のコロコロトーキング、7月4日日曜日始まりました。松本さん、はい、今週も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、楽しいですね。いや本当に何が楽しいって、はい、始まるまでの前の10分間がめちゃめちゃ楽しいですね。確かそうですね。はい、今日何喋ろう的なところからネタでね、はい、テンション上げつつ今がすごく、はい、まあ、放送中に言えないことが10分前で話されるんですけど、ありましたね、ベネさんの気候とかとかね、はい、まあまあまあ今週も頑張っていきましょうか。はい、行きましょう。はい、まあ先週もそうだったんですけど、この、画像を最近コロナのロゴでね、はい、カメラを使わずに、動画を使わずに放送しているこのコロコロトーキング、はい、これ僕がこの感じが楽しくてハマってるんでね今週もこんな感じで楽しくいこうと思いますけど、はい、残念ながらその逆で画像が映ってないところが残念ながら今週は、僕はですね今日起きたら、はい、左目が二重になってましたさっきそれで話がはい、はい、ね、スタジオにいるスタッフのみんなにこれ見て、今日俺左目二重だぜっつってこうみんなに見せて回ったんですけど実はまあ、僕のことを、まあ、ここまで知ってる人はいないと思うんですけど、僕はまあ普段奥舞台で別に二重は珍しくはないんですけど、はい、実は左目の、まあ、二重のなんぞ、まあ、こう溝じゃないけど二重になってるところに僕は左目にほくろがあるんですよね。はいはい、そこにほくろがあるのは皆さん気づいてなかったと思うんですけど今日はあからさまにそのほくろが見えるぐらいのパッチリ二重で、左目だけ二重で何か木村拓哉のような目で、はい、今日朝起きて、でもうそれが他の人に見せたくて今日買い物行きましたし、まあ、栃木県宇都宮市のまあ、いわば町の中の繁華街といいますとオリオン通り、はいはい、オリオン通りの方にもちょっと買い物に行きまして、はい、あら素晴らしい、昼間あれでちょっと何が今日おみこしが出ててお祭りだったんですね。あ、そうなんですか。はい、歩いてまして、はい、でそれで少し誰か知り合いにでも会わないかなと思ったけど誰にも会わなかったんで残念でしたけど、はい、まあいろいろと、その後も違うところに買い物に行ったんですけど、ホームセンターって、はい、突然の話ですけどホームセンターっていろいろ売ってるじゃないですか。そうですね、まあ、文房具も売ってるし、大きいホームセンターになるとコーナーは違えど食品売り場もありますし、はいはい、もう総合的な、そうですね、いろいろあるじゃないですか、はい、もうだから今日僕大きめのあそこですよ、あっちなんだっけ K ですか K ですか K ですか、そう FKD のあっちの FKD の近くの、ジョイフル、はい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 、
はい、大きいジョイフル行ってきました。はい、いやあそこもまあ地元の方ならわかると思うんですけど、でかいでかい、あそこでかいですね、でかいでかい、はい、僕そこで3時間ブラブラして、はい、面白かったですね。なるほど。でそこでですね、僕あのスニーカーを履くんで、はい、スニーカーを洗うのに、まあ皆さん、子供の頃から上履きとか洗ってる時に使っているあのズックリンってわかりますか？お懐かしいですね。はいはい、ズックリン、はいそれをいつも使ってるんですよ。はい、まあそれを使っていろいろとスニーカーの他にもこうね洗ったりするんですけど、それが なかったんで、今日そのズックリンを買いに、ズックリンを、はい、で、まあいろいろとその他にも、芳香剤とか、はい、まあトイレの芳香剤とかいろいろあるじゃないですか、なんだその除菌スプレーみたいな、まあ、大体そこら辺にズックリン売ってるじゃないですか。はいはい。でなかなか今そのズックリンって、どこら辺にこうあるのかわからなかったの、係の人に、はい、ズックリンどこですかって言ったら、まずズックリンで分かんなかったんですねはい。もう僕らにしてみたら、はい、ズックリンはもう 100% ズックリンしかないじゃないですか。そうですよね。はい、もうはい、なのでもう何も疑わずズックリンどこですかって言ったら、えって言ったんで、でまあここら辺じゃないですか的に、まあ係の人も大体で案内してくれたんですよ。この大体なんとか通路、何番通路みたいな、ここら辺だと思うんですけど洗う関係がみたいな、はい、うん、そしたらまあ、よく作業着を洗うさ、作業着専用の洗剤とかさ、はいはいはい、そんなコーナーにやっぱあったわけですよ。はい、でそこにたどり着く前に、はい、ここですって、ここら辺ですって案内された時に、俺がもう一目で見て、おあったズックリンって迷わずそこの、それがズックリンだと思ってズックリンズックリンズックリンと思いながら、手に取って、それをまあカゴに入れて、しばらく違う買い物をしてレジに行ったんですよ。はいはい。そしたらですよ、レジの人がこうピッてやるときに持ち上げて、はい、その、商品を見たら、はい、ズックリンじゃなかったんですよ。はい、それはなんと今ちょっと写真 で出してほしいんですけど、僕が間違えた商品は、はい、なんとこの、はい、写真の出たトイレマジックリンだったんですよ。はい、これズックリン分かる人ならなんとなく間違えちゃう間違えちゃう思いません、これ僕これズックリンだと思って持ってっちゃったんです。あ、なるほど。ズックリンってこんな感じじゃないですか。ね、確かに。これね、しばらくカゴに入れてね、ズックリンだと思って、はいはい、持っていっちゃったらなんとトイレマジックリンだったんですよ。なるほど。これで靴洗っちゃったら大変だったんですよ。はい、でそれでレジの時にトイレマジックリンでピーみたいなやった時に、ちょっと待てよと、トイレマジックリンは買ってねえぞと思ってえっと思ったら、あ違う、これ俺間違えた、ズックリンと違うと思って、すいませんちょっとそれキャンセルしてもらえますかって言って、キャンセルして、その場、その時に買ったのをお会計して、はい、ちゃんとズックリンコーナーにたどり着いたという。なるほど。でズックリンはズックリンで買ったんですよ。このトイレマジックリンとズックリンを間違えたっていう話でまあ今日ホームセンター行ったんですけどね。あ、まあね、そういう間違いってないですか？結構結構ありますよね。なんだっけ、あといろいろなんかこれそうだろうと思ってたらずっと違かったっていうのも、まあ改めて言うと出てこないんですけど、もうね、それ近いのが、うん、コンビニとかで、うん、こう陳列棚にジュース並んでるじゃないですか、うん、でレジに行って買った覚えのないジュースを買ってることがあるんですよね。はいはいはい、多分こうなんとなく掴んでパッて入れてるんですけど、はい、気づいたら隣を掴んでたみたいな、うん、それが何回かありますね。うんうんうん、ボケてるわけじゃないですよ。はいはい、なるほどね。広がらなかったですね。広がらないっていうか、ごめんなさい、今チャット読んでたらおハッピーデイさんが入ってますね、はい。おー、なるほど。まあまあここら辺でじゃあもうね、今週は7月に入りまして、
ね、はい、今日も4日ですよ。まあ梅雨はいつ明けるんでしょうね。どうなんでしょうね。ね、まあその情報はまだ入ってないですけど、なんか昼間だと、昼間だけを見ると暑くて、そうなんですよ、暑いですよね。夕立みたいな栃木県は雷が多いじゃないですか、はい、で、あの雷がどうも夕立っぽくて、はい、なんかもう夏なんじゃないかななんてちょっと、思ってしまった、7月の初め。そうです、ね、先週末雷すごかったんですよね。そうだったですね、はい、あ、まあそんな思いもありまして、早く梅雨が明けてほしいな、早く、まあ、夏が来てほしいなっていうことも、思いを含めまして、今週も藤原久さんの、歌でコロコロトーキングが始まってみようと思います。藤原久さんで明日は天気。キングレコードの藤原久さんで明日は天気でした。藤原久さんなんですが、ナスウェーブの、方からですね、YouTube にアップされてます。はい、あ、そうですか。この明日は天気とカリソメの声の、何回か前に DVD を放送できなかったじゃないですか。はいはい。それを、YouTube でアップしてるので、まあよかったら皆さんね、YouTube の方でそのライブ映像の方も藤原さんの見てもらえたら。嬉しいですね。ほう、はい、なかなかなんていうのこう味のある
はいはい、ステージの模様と、歌が聴けますので、ね、ぜひ YouTube の方で、藤原久さんで、はい、やってみてくれれば。 再生回数12回本当ですか。もう、はいはい、ね、そのうちの大体10回は僕です。そのうちの10回は大体僕です。だって皆さん知らないでしょうか。明日は天気3回なんで、こうみんなで聞かないといけないですね。はい、聞いてほしいですね。はい、はい、まあまあまあ、そういうわけで、さ、あ、そういえば藤原久さんで思い出しましたけど、まあ引っ張りますが、その藤原久さんの曲を書いてるのは何先生でしたっけ、松本さん。はい、成田先生ね。危ない危ない。なんで危ないって。いやいやいや、はい、その、あの、皆さんもご存知で、皆さんも大好きな成田先生情報です。はい、お、情報なんですか。ここで成田先生情報です。イエーイ。はいはい、成田先生のですね、サマーライブ、サマーライブ、はい、なんと、サマーライブがですね、2010年7月12日月曜日、来週の月曜日になります。これがですね、栃木県、やべ、住所ねえ。やべ、俺んとこに住所来てねえぞ。あれ、ごめんなさいね、住所来てないな。あれ、これどこですか、これ、これどこですか、これ。上川地役場。はい、住所が来てませんけど、まあ、後で出します。松本さんの方が調べて。ホタルの里、はい、梵天の湯という、はい、まあこれは温泉でいいんですかね、温泉施設、はい、はい、の方でですね、ちょっと、スペシャルゲストとして、呼ばれるということで、はい、こちらがですね、何か、成田先生がこの梵天の湯の方から、イメージソングを作ってほしいという依頼があったみたいで、それでね、曲を書いてあげて、曲を作って、あ、今画像にも出てますけども、この温泉施設の梵天の湯、はい、誰か行ったことがある人手を挙げてください。おお、ハッピーデューさん、梵天の湯に行きましたと手を挙げてくれましたね。お、その梵天の湯のイメージソングをこの成田先生が作ったみたいですね。まあ、この梵天の湯、まあ、ちょこっと、BGM でかけてもらっていいですかね。はい、梵天の湯の大きめ BGM で構いません。はい、その成田先生が作った梵天の湯、まあ、あの温泉施設ですから、はい、まあ、皆さん大体行ったことはあるでしょうね。梵天の湯に限らず、今はあの大きいこう銭湯みたいなね、はい、感じで、はい、お、今流れてきました。まあ、明るめの、明るめって何、まあこう味のある、何でも味のあるで逃げようとしてる。味のある、お、なんかいいですね、こういう梵天の湯のイメージソング。成田先生、さすが成田先生ですね、作りました。で、その成田先生がですね、実はその、栃木の歌、この我々住んでいる栃木県の、歌を、はい、作ってあるんですが、26曲作ってるんですよ。ほう。で、それを CD にして、なんていうの、このもう、この温泉とかですね、観光地とかに、はい、置きまして、なんかこの、まあ、町おこし的なこの栃木を盛り上げていく感じで、その CD を作りたいと、まあ、ボランティアで、はあ、なんかそういう計画がありまして、その栃木の歌のボーカリストを募集中なんですよ。ボーカリスト、はい、はい、まあ、なぜかというと、まあ、ぶっちゃけプロに歌わせると金かかるんですよ。なるほど、はい、なので、よくカラオケ教室に行っているカラオケ好きな人いるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、できれば地元民、栃木県民なんですけどに、こう歌ってもらって、吹き込んでもらって、それで CD を作って、で、何かこういうそういう場所場所に置いて、まあ、みんなに聞いても、他のね、県から来た人に聞いてもらえたらなぁなんて言ってましたんで。なるほど。なんか歌が好きな人、もね、我こそだと思う。そうなんです、歌手は。で、まあ、26曲あるんで、一番多くて26人です。なるほど。で、上手い人は2曲、3曲歌ってもらうっていうふうに言ってましたけど、できればなんか、まあ、皆さん、こう、アマチュア、素人の方が
みんなで歌、まあ、みんなでっていうかこう歌ってもらうっていうのも面白いんじゃないかなっていう。なるほど。なんかすごく面白そう。一応僕も立候補はしてあります。なるほど。どの曲を歌えるのかわからないですけど、僕も立候補します。なるほど。すごい面白いですね。でもさすが作詞作曲曲を作る先生ですよね、はい、すぐな、すぐ作れる時もあればすぐ作れない時もあるんでしょうけど、でもイメージが湧いたらね、バババッと書き上げて曲を作ってしまう。おう、すごいですね。なんかこの梵天の湯もなんかいいですね。このお風呂に入りたくなるような温かい感じの曲です。ああ、うん、の湯みたいな。氏家の方ですかこれ。なんかそんな感じですかね。はい、ちょっと最後聞いてもらいましょうか。引き続き梵天の湯です。どうぞ。梵天の湯行きてね、梵天の湯行きたいですね。行きたいですね。もう梵天湯のステージでちょっとナスウェブの我々スタッフ歌いたいですね。どうですかみんな。代表がマイク離さないような気がします、ね、そうですね、はい、よく僕もそのカラオケ施設行ったことあるんですけど、ええ、お風呂上がると休憩するとこがあるじゃないですか。はい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 、そこでよくまあ大体カラオケねありますね。でステージもあってちょっとこうみんなの前で歌う感じの、ね、休憩するとかありますね。まあおそらくああいうとこなんでしょうけども、はい、まあ先ほど出なかった住所の方が、はい、栃木県宇都宮市、これは今里町っていうのなんていうのこれ。今里ですかね。ね、もうちょっとよくわかんないです。はい、なの方で蛍の里梵天の湯という、はい、ところで7月12日月曜日5時から8時、入場料無料。まあでもお風呂入るのに、入場料みたいのはかかると思いますが、入浴料ありましたね。入浴料ね、はい、はい、そのライブとかそれを見るにはお金は無料と、まあ、休憩所みたいな感じであれなんですけど、はい、まあたまたまその12日時間がある人は行ってもらえたらね、ちょこっと平日なんですよね。はい、ナスウェーブ、はい、聞いてきましたみたいなことをね、ナス先生に言ったら喜ぶと思いますよ。本当ですかみたいな。で、ですね、もうずっとこれ話がつながっていくんですけど、この成田先生のマネージャー的存在のことを今やってる方が、はい、なんと、この月刊ラッキー情報誌というフリーペーパーが栃木県の南部の方を中心に、はい、発行されているんですよ。おー、発行発刊、はい、その、はい、今画像に出ました。これが表紙ですね。月刊 LJ ラッキー情報誌っていう LJ ね、はい、まあ栃木茨城版なんですけどね、ラッキー情報誌というこのフリーペーパーにですね、なんと我々ナスウェーブが、ほう、はい、39ページにこの7月号これ載ってるんですよ、はい、まあ画像出ないんですけど、はい、これ何なんでしょうね。素晴らしいですね。素晴らしいですよね。この、記事を、はい、まあ取り扱ってくれた方、担当の方が、はいはい、なんとその成田先生のマネージャー的存在の仕事ともしてると。
Great. びっくりしましたよ。つながり。つながり、はい。なので、我々、ナスウェーブの方に話が来たっていうつながりが、ようやく僕分かりまして。はあ、なるほどなっていう。いろいろみんなやってんだなみたいな、つながるとこにつながっちゃったなみたいな、はあ、この、まあ、気になる方、この39ページにナスウェーブの我々がこう載ってるっていうのが見たい方は、はい、栃木県ではですね、まあ、有名なところ、まあ、置いてある設置協力店ね、言いますと AMPM、 コンビニの AMPM とかですね、セーブオン、デイリー山崎、はい、あ、まあなんかそこら辺、まあ、車で走ってったらあるっぽいじゃないですか、はい、宇都宮、三部石橋エリアとか、であとはですね、大田原の方に大田原とか那須とかいますね、そっちの人チャットに参加してる人の人のために言いますと、道の駅那須高原友愛の森とかですね、カモンスタジオ、カモンスタジオの方にも設置されているということなので、カモンスタジオの方に、取りに行ってもらうと見れますということですね。はい、あれ誰だっけ、このブルーさんね、はい、カモンスタジオの方にも設置されているという、ラッキーデイさんに関しては、コロナにも設置されてますので、コロナに来れば見れます。コロナがコロナよりも近いところにあるんだったら、さっき言ったコンビニと、ジョイフル山新とか、お山新、はいはい、はい、とかですね、まあ行かないでしょうね、あとはどこも、はい、あ、梵天の湯にも置いてあります。お、素晴らしい。これ何よりウェブ上で全部のページ見れるんですね。そうですね、はい、はい、なのでみんなパソコンやる詳しい人はそういうことできるんでしょうけどね、あの URL を貼れないのが非常に残念です。友愛の森じゃないの、俺なんつった、これ呼び方友愛の森じゃないの、俺なんつったこれ、間違えたら間違え、那須高原、那須高原友愛の森、はい、の森ならすぐ近くなのに、え、友愛の森、まあいいや、もうカモンスタジオにあるっ、めんどくさい、ちょっとごめんなさい、違う違う、めんどくさいっていうか、なんか理解ができなくて俺が間違って読んじゃったの、ごめんね、ごめんね、はい、はい、そうか、まあまあ、そう、このね、ラッキー氏の担当をしてる方が、成田先生のマネージャー的なことも同時に2つやってるっていうことで、我々がこのナスエブがこれに載せてもらいましたっていう、マスモさん見てない、これ、いやいや、今、あ、さっき見ました、見せてもらいましたけど、いや、ウェブのページがどこなのかなと、39ページなんですけど、はい、これデカデカと、まあ2分の1ページね、半ページなんですけど、はい、我々ナスウェブの、毎月第2第4水曜日担当のブルースさんの写真、はい、デカデカと出ちゃってますよね、出ちゃってますよね、いいんですかね、これこれ俺知らないよこれ、ね、これあの何かのイベントの時の写真をちょっと使われちゃった感じですか、はい、これまずいですね、これだからブルースさん知らないよこれ、見た時大激怒じゃないこれ、これ見た方がいいですよブルースさん、見た方がいいですよこれ、今から回収した方がいいよね、ね、もう抗議もう抗議もうあの抗議して、これはまずいでしょ、すごいな、多分あの時の写真ですね、あーあれですね、中島みゆき歌った時の、はいはいはい、まずいですね、ベベベ、あの月曜日担当のベベベベネルッパの放送案内の写真は、はい、なんと、はい、ベネルッパが、はい、あのメスルッパと、そうですね、イチャイチャしてます、ね、イチャイチャしてるところ、いいんですかこの写真撮っちゃって、キスしてる写真が、ねえ、ピンクのパンダメスルッパ、公女老女に反しますよね、大丈夫ですかこれ、はい、ちなみに店長どうしたんですかこの写真、この写真どうしたんですかこれ、これ僕の写真だけはですね、はい、見たことない、別撮りですよこれ今みんなにお届けできないのがすごい残念ですけど、これまあ今ナスウェーブのホームページのまあパーソナリティと DJ ねの案内の写真に僕使われてるんですけど、これ今回この雑誌に載る写真を送ってくれと、はい、まあうちの代表の方に言われたんで、今ある写真だとちょっと僕の顔が嫌なんで撮り直したんですよ。これめちゃめちゃいい顔で写ってますよ。これね、
まあ約10分かかりましたね何回も撮り直して。これ営業中だったんですけど、はい、いたお客さんに撮ってもらってるんですよシャッター押してもらってるんですよ。どんだけ自由なんですか。あ、まあ、松本さん呼び出そうと思ったんですけど、またすか。さすがにあのシャッター押してくれだけに呼ぶのもかわいそうだな。いやいや、やったじゃないですか。一回やったよね、2時間ぐらいね。でこれ違う人にやってもらった。僕の写真だけちょっとね生き生きしてますね、はい、あのパーソナリティっぽいことで。ほうほう、そういうことですよ。あとは、まあ、あのナスウェーブの歌なんていうのも先週言ったんですけど、はい、ね、あの今、先生の方が作ってもらってると、ね、いうことで、はい、まあ、一つ、まあ、たまたま先週、ね、来てくれたんですけど、その我々パーソナリティの考えた詩なんかも少し入れたら面白いんじゃないかななんていう先生からの、ね、話があったんで、まあ、我々ナスウェーブのスタッフにちょっと宿題を与えて、はい、少しね、みんなで詩を考えてそれを、まあ、まとめてで曲をつけてみたいなね、なんかだんだん現実味を帯びてきた感じがします。はあ、まあね。お、今週もまえさんが聴いてるみたいですね。何ですか。いや、わかんないですけど適当に言ってみます、はい、釣られました。釣られました。はい、あ、今まゆさん笑ってますよ、パソコンの前で。なるほど、よく見えるね私がみたいな、はあ、ね、まあまゆさん偉いね、相当暇なんでしょうね。いやいや、なんちゅうこと。まあまあ、まあ、なんちゅうことさあ、そろそろ歌いこうかな。ですね、今週、まあ明日から月曜日始まりますけど、まあ、今週の土曜日、今度の土曜日にですね、アビコめぐみがですね、コロナに来てくれる予定なんですよね実は。お、はい、まあ、ちょっと前から言ってたんですけど、はい、そのまあアビコめぐみ、アビちゃんのブログ今日見たらですね、一応7月のライブ予定で9から11、はい、栃木県って書いてあって、詳細未定って書いてあったんですよ。あれだからまだ打ち合わせしてないんですよ実は。あららららら。で本人も忙しくて、まあ今日もどっかでライブやってるんですけど、なかなか、はい、詳しく、打ち合わせしてないので、まあ、一応コロナに来ることにはなってるんですけど、どういう感じで、どういうライブをやってやるか、何にするか分かんないですけど、とりあえず10日に来るんで、できるだけ人が集まってほしいなっていう感じですけど。10日、はい、はい、まあ、松本さん来れますよね。10日、はい、土曜日、土曜日、はい、10日、はい、まあ今うちの、スタッフ連中は全員っていう顔しましたけど、うんってうなずきましたから、まあ、あとは松本さんだけです、ブルースさんも遠いけど来てくんねえかな、まあ、あとはあれですよハイボールいちごさんも来てほしいし、なんだっけ、ハッピーデーか、ハッピーデーさんも来てほしいですけどね、今度の土曜日。それでみんな集まってドタキャンとかあったら爆笑ですよね。いや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 、アビッコめぐみ、アビちゃんが7月10日に来る理由っていうのはもう一つありますからね。ああ、はいはいはい、はい、そっちですよ。なるほど。実はそれにぶつけて呼んでるわけですから。なるほど、それはないと。はい、だって彼女のスケジュール2ヶ月前から僕取ったんですからね取った割には打ち合わせがしてないという、はいはい、まあ彼女のブログなんか見ると意外と投げ銭ライブなんてやってるみたいなんですよ。だから、歌って、はい、お客さんがよかったよって言うと、1000円でも、まあ、100円でも1000円でもこう、はい、投げ銭。あ、それは普通に泥棒だからぶつけるわけじゃないですね。はい、どらそんな銭形平次みたいな。だからか本番中にメールするのやめてくれって、ね、はい、あれ違いました。僕の方メールが入りましたよ。あれ、これ違いますよ、あれ代表からじゃないですか全員に入ったでしょ今。はい、入りました、はい、びっくりした。送りました。はいはいはい。サイレント、サイレントじゃねえや、うん、マナーにしといてよかったですよ。本当ですね。っていうか、ていうかマナーにしないんですか僕ね、忘れちゃうんですよていうか普通、はい、かかってこないもんだと思ってるから僕。あ、放送中は。なるほど、はい、まあまあまあ意外としないんですよ。なるほど。10日何時かなって、一応8時でしたっけ。8時かな、8時ぐらいに来てもらえたら。
とりあえず阿比古めぐみを見に来ようよ8時にね、みんなで、はい、で、あ、本物だみたいな、それでいいんじゃないのとりあえず可愛いですしね、可愛いですよ、それで、ね、で、もし彼女もじゃあちょっと歌ってみようかなと思ったら歌ってくれるし、なるほど、はい、本当はですね、実はもっとイベントみたいに人数集めてライブをコロナでやろうかなと思ったんですけど、ええ、今更ちょっと人数集めるのがちょっと僕無理だと思うんでね、なるほど、ちょっと難しいですね今から告知するのはなのでできるだけ、ナスビスタッフではい、うん、でブルースさん8時に土曜日来てくださいね、8時には無理かも行けても10時かな、あーなるほどね、じゃあ来ないでいいですだって10時に来たとするじゃないですか、はい、でまあ1時間まあ短くても1時間いるわけじゃないですか、はい、で帰るじゃないですか、はい、そしたら遅いから来ない方がいいですよ、そうですね、うん、なんかあったら大変ですからね、そうですね、まあそういうことを考えると宇都宮の人を集めるしかないですね、なるほど、まあいいですよ、なるほど、あやべ、もう全然今日考えてたその阿比古めぐみさんの歌を、はい、はい、せっかくですからまあ今の季節、まあそこら辺で見る綺麗なお花あるじゃないですか、はいはい、紫とか、はい、紫とか、はい、紫とか、はい、はい、青とか赤とか紫とか、はい、あやめですね、違います、あ、違いますか、アジサイです、あ、アジですか、漢字で書くと難しいアジサイです、紫のようのかとかですね、そうです、はい、その阿比古めぐみさんのアジサイっていう曲聞いてみますかね、そうですね見ますか、あ、聞いてみますか、アジサイって打ち込んでました、あー、なるほど、それでですね、7月10日、コロナに、来てもらえる阿比古めぐみさんの曲でアジサイです、どうぞ、ハラハラと歌を歌う。
スに乗せて今ここに生きてることを降る雨のように歌に乗せて最後波の音がちょっとね、はい、あ何かこう心が、ね、安らかになった感じがしますけど、はい、栃木県真岡市出身の阿比古めぐみさんでアジサイでした、はい、いい曲ですね、いい曲ですね、はい、なんかあの先ほどまでふざけたトークをあのしてましたけど歌を聴くとあ歌聴きてえなと思いましたね、そうですね、今ね黙っちゃいましたね、スタジオ静かでしたね、はい、目の前で本人のライブでね、はい、歌聴きてえなって思いました、はい、あその、チャットの方ではブルースさんがですね、さっきのラッキーのねナスウェーブの記事を見たいと、はい、いうことなので、はい、ちょこっと大急ぎで大急ぎで、そのナスウェーブの記事を、はいはい、見せられるようになんとかしましたんで、はいはい、ブルースさんだけのために見せましょうか、ドーンドーン、こんな感じで出ました、出た、はい、こんな感じで、載ってました、はい、ブルースさんの、写真が、はい、はい、すごいですね、左上から、カモンユーゾーの優しい独り言、はい、はい、のパーソナリティカモンさんの、はいはい、写真と、その放送のね、ことが書いてありまして、その隣、右隣、はい、上の段の真ん中、ベベ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 、ごめんなさい、ベベベベベベベネルッパ、はい、毎週月曜日、22時から放送中と。顔の右に映ってるのがヒメルッパですか、これ。そうですね、はいはい、先ほど言いました、はいはいは。お花畑で映っちゃってね、はい、はい、その、番組のことが書いてありまして、そしてその右隣、上の段の一番右。HMC33 の二人よがり、はい、毎週土曜日23時から放送中と、はい、このパーソナリティの、左が、玉太郎さん、はい、そして右側が向かって右側がチョモさん、はい、は大きい方がチョモさんで、なるほどね、ラグビーの選手だと聞きましたけど、アメフトのね体が大きくて、なかなかこの二人も画像では出てないんですけど、そうですね、写真では出んですねもうこれ顔出しじゃないですか、完全に、そうですね、はあ、あの下にちょこっと映ってますけどね、はあ、あのプレイビデオのあの画面の下にね、あ、そうですか、はあ、なるほど、左から2番目ぐらいね、はあ、そして、下の段に行きまして、また左から、はい、これがあのコロコロトーキング、毎週日曜日22時放送中と、今放送しているこのコロコロトーキング、そして写真はですね、福山雅治はい、めっちゃいい笑顔じゃないですかねえ、福山雅治にそっくりと言われる、はい、左目が今日二重な、まあ、僕の写真なんですけど、はあ、まあまあまあ、そして真ん中がハートオブマイン、はい、毎月第2第4水曜日10時から放送中、ハートオブマインのこれはシルエットのね、はいはあ、ここの、下に書いてある紹介文読みましょうか、はい、女性パーソナリティのブルースです、毎回自分の足で探した那須高原の旬な情報をお届けしております、私ブルースに、メールくださいね、メールくれた方には、キスマーク付きのハンカチプレゼント中ですって書いてありますけどそして、毎月抽選で
3名様に、ブルースと一緒にランチに行ける券、はい、デートができるという、はあ、権利を当たり権利が当たりますと書いてあるんでしょ。これ権利だけなんですかね。いやだから一緒に行くんでしょうね、はいはい、あ確保して、はい、もちろんブルースがおごっちゃうぞって書いてある。ヤフ ー, ーなるほど。これどっかのお店の回し物じゃないですかね。ヤフーブルースさんね、はあ、すごいな。ヤフーですね、はあ、ご存知です、はい、みんな応募してくださいね、はい、ハートオブマイのあのメールフォームがね、はい、あのナスウェブのホームページの方に各番組のメール、ね、メールフォームありますから、はいはあ、そちらで、はい、やってはい、私をランチに連れてってみたいな。なるほど、はい、これカモンスタジオの方には、はい、雑誌お届いてないんですね。これコロナとあとトリットオッカは、あるみたいですね。トリットオッカはお店ですからに届いたみたいですね。なるほど、はい、うん、なるほど。これは失礼、はい、ガセンネタを流してしまいましたね。本当です、カモンスタジオにあります。いや多分明日にはあるんですよ。なるほど。ということはコロナから半分届けるんです。明日にはあるんですきっと。なるほど、はいはい、そして最後になりますけど右下、はい、この七ケケアニメーションというか七ケケさんが書いてくれたアニメ、はい、我々ナスウェブスタッフが、はい、ね、アニメのキャラクターというかなんかこうねアニメチックな、はい、感じでイラストで書いてもらえた、はい、のがありまして、はいはい、まあ、そこの最後の紹介文が那須高原よりインターネットを利用して世界に発信、那須の情報と笑いを笑いと安らぎを与えるネットラジオ放送局です。かっこして放送作家松本、結婚したいです。いやそれ間違ってないですけど真実ですけども書いちゃないですよね。あの恋人募集中って書いてある。それは嘘じゃないですけど。すごい、ね、書いてないですよ。こういうところを利用してね。はい。いいですね。もうどんどん世界に発信っていうことで。はい、世界中から募集してますんでよろしくお願いします。そうですね。あのワールドカップの世界の美女って今 YouTube でいっぱい出てるんですけど、はいはいはい、面白いですね。あれ楽しいですね。ドキドキしますね。ドキドキしますね。はい、映るたんびに。みんなねあの世界のね美人が各国の。日本ばっかり見てるとね世界にはいろいろとね、はい、ブルーさんは日本代表の美人ですからね。なるほど、もう恥ずかしくないですよね。恥ずかしくないですね。まあまあまあ、まあまあ、そんな感じで。お気がついたらもうこんな時間、はい、はい、そろそろあの僕らの歌のコーナーの時間ですね。そんなのなかったですね。はい、初めて聞きました。初めて聞きました。そろそろじゃあゲストに紹介ゲストにね登場してもらえますか。いいですか今日はゲスト登場しなくて。こんばんは。え、あれ登場しなくていいですか。こんばんは、田原幸太郎です。前なんかあ誰かの番組で一人で何役もやってた人がいましたね。はい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 、いましたね。 あれを今思い出しちゃいました。すごかったですね。あんなにいっぱいスタジオに入るもんだと思ってね。はい、すごいすごい。ボケ潰された。何がですか。いやいや、何です。何かやったんですか。いや、何です、何やってます。何かあのワールドカップに日本代表が帰ってきた時にモノマネをやったっていう、はあ、森本と、はい、あと誰だっけ。あ、何かやってましたね。はい、やってましたね、はあ、はい、トゥーリオの前とトゥーリオの前やってましたね、はい、うん、まあ、そんな感じかと思いました。あ、そうですか。サッカーネタ弱いんです、ごめんなさい。あ、そうですか。まあまあまあいいですよ。まあでもサッカーネタで昨日アルゼンチンが負けてしまいまして。そうなんですよね。でもちょっとドイツ曰くつきじゃないですか。ね、あのイギリスでやって、でもね、まあイングランドでしょ。あ、イングランド、はい、はい、コロナではですね、まあ、あのコロナ以外でもですね、だいたいブラジルとアルゼンチンが調子よかったんでブラジルとアルゼンチンの決勝でなんていうふうに、まあ、予想してた人が多かったと思うんですよ。はいはい、はあ、それがことごとくそうです、ね、ブラジルも負けましたし、はい、アルゼンチンも、ね、負けてしまったので、やっぱりワールドカップって何があるか分からないなっていう。ね、でもすごくやはりもうベスト4になると、ええ、すごくレベルの高いプレーが見れるので。そうですね、はあ、すごくいいですね。サッカー面白いです。ただ時間が遅いという、はい、ことだけがネックかなっていう。まあ地球の裏側でやってますからね。まあね、それはしょうがないです、はあ、まあ僕はもう予選リーグの時から言ってますけど、優勝は絶対オランダだ。はい、ここでもう一回言ってきます。、はい、
オランダだと思います予想は。これが本当になったら、はい、ブルさんとかあれですよ、なんだ、ハッピーデイさんとか店長って予想まで有言実行じゃないみたいな、当てちゃうんだみたいなそれは有言実行とは言わないですけど言ったことが本当に当たるという。なるほど、はい、これ本当にオランダ優勝したらみんなに、あ、店長本当に優勝したオランダ当てたですねなんて言われるかもしれないまあそうはうまくいかないもんですけどね、ただ、今世間で騒がれてる、ような、まあ、あの掛け事の対象とはしてませんの で、まあでね、まずいですね、はいはい、あの予想ですから、はい、かけてるわけじゃないんですよ、あくまでも優勝国予想が僕はオランダだって言ってるだけで、はい、まあ、なんか知らないけどみんな昨日アルゼンチンが負けた途端あーって言ってましたけどなんでそんなにあーなんだろうな、まあ、深い事情があるんでしょうけどね。いや、それはやっぱ監督じゃないですか、みんなね、あとはまあ、マラドーナが画面でもうね、はい、見れないのかなと思うと、つまんない、がっかり、残念っていうのもあるかもしれないですけど、僕らの世代だともう絶対的なプレイヤーですからね。でもやはりね、まあ、はい、まあ、いろいろ問題もありましたけど、プレーするのは選手で、はい、なかなか、まあ、さあ、でもだんだん時間が遅くなるとみんなこうリスナーさんが増えてくるんですね。ああ、そうですね、ゲストさん増えましたね。ああ、増えましたね、ハッピーデイ、ハイボール1号、ブルースさん、チャットの方で参加してくれてます、はい、偉いね、ほんとね、特にもうハイボール1号さん、ハイボール1号さんが一番褒めたいよね。もうハードリスナーですよね、ほんとに毎週毎週ね、仕事は休むけど、聞くのは休まないというちゃんと仕事してます。あ、してますか、すごいね。コロナには来ないけどコロコロトーキングには来るとすごいですね。ぜひまたコロナでお会いしたいですね。そうですね、まあでもそこら辺はいいんですよ、もう嬉しいじゃないですか、でも聞いてくれてればさ、はい、ね、そうですね、なんかもうずっとこう繋がってる感じが。そうですね、ハッピーデイさんだってしばらく会ってないですよね。ああ、何でしょう、前もうつい最近会ったような気がするのは何でですかね。わかんないです。何ですかね、わかんないです。わかんないです、うん、はい、引っ越しちゃったんかと思いましたよ。あ、しばらくいないんで。なるほど、うん、ブルースさんなんかはまあ、どの番組もチャット参加してくれてますし、聞いてくれてるんで、いつでも会ってるような気がしますブルースさんとは。そうですね、まあ、コロナの近所に住んでるような気もします。はい、はい、そうですね、嘘ですけどね。お、ナスウェブのスタッフから、私の予想はスペイン。これ前から言ってた？言ってないですか？スペイン、あ、言ってた。はあ。昨日勝ったからスペインって言ったらずるいですからね。これスペイン対オランダの決勝だったら面白いな。あ、でもドイツも調子いいから、はい、多分ドイツって今優勝予想変えた人いるかもしれないですけど、スペイン対オランダの決勝でオランダ。どうでしょうね、もうこれちょっとでもドイツが優勝しちゃったら物議を醸し出しそうですよね。うん、まあでも、はい、ハッピーデイさんが東海綺麗にします。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひお友達を誘って、はい、あ、この人ごめんなさい、この人お友達いないんですよ。いや、またそぐる寂しい。お友達は今BGM でかかっている清水貴弘しかいないです、この人は。お友達、まあ、清水貴弘の画像でも出してあげますか、このハッピーデイさんが、ね、東海行けるようにして行けるようにしますって言ってくれたんで。なるほど、清水貴弘の絆が流れてるということで、いつでもこのハッピーデイさんは枕元に、はい、この清水貴弘のポスターを貼り、そうなんですか、天井にも貼り、はい、で毎日、この清水貴弘のアルバム絆を、はい、シャッフルして聴、いてるそうです。お、 iPod で。なるほど、スリープタイマーみたいなのを90分にして、はい、それでシャッフルしてずっと聴きながら自然に眠って、で目覚まし時計が、はい、その清水貴弘の歌声を録音した
目覚ましで起きると。なるほど、はい、それ1曲目がクックマンファイトだったら終わっちゃう、もうマルチンで最悪ですね、はい、そして車に乗って会社に行くんですけど、車の中でも清水貴弘、素晴らしい、はい、そして会社のディスクにね、机に座ると清水貴弘がディスクマットに挟まって、はい、すごいですね、そして清水貴弘のミニカレンダーがあって、はい、で仕事終わると、清水貴弘の、まあ、サトカメ GT のサテライトスタジオみたいなのに行ったりとか、はい、追っかけですか、すごいですね、なんかジャニーズ追っかけてる女子高生みたいですね、そうですよ、すごいですね、必ず今はもう暑いので清水貴弘うちわを持ちながら、あ、なるほど、右と左に持ちながら高さん、高さん言っております、すごいですね、びっくりですよ、お見せしました、あれもうこれ終わりなんですね、それ、はいはい、あ、やばい、まあまあ勝手に3分、まあ、本当ですね、はい、まあ今日のゲスト、はい、田原俊彦さん、はい、どうでしたか、はい、この番組ね、面白かったですね楽しかったですか、楽しかったです、こういう、はい、そうですね、まあ、素人のインターネットラジオのゲストとして、ゲストで出てもらえるっていうのは、まあ、初めてだと思うんですけど、まあ、なかなかね、こういう機会がないとは思うんですけども、今日はね、はい、どうでしたか、僕ね、はい、僕世界に発信していかないといけないんで、ね、あ、本当ですか、まあ良かったですね、また元気な姿を見せてもらいたいですよ、アントニオ猪木さんには、そうなの、そうなの、何ですか、この道を行けばどうなるものか、行くぞー見てね、言ってね、モノマネとして一番やっちゃいけないことですよね、はい、名前を言うとか絶対分かるフレーズを言うっていうのは ね、 そ、 うね、あ、それではコロコロトーキングの最後のさよならを、はい、志村けんさんにお願いしましょうか、志村けんさんでさよならをどうぞ、はい、なんだってさよならね、え、志村けんさんですよね志村けんさんですよね、あんなって違うよ、私は志村けんそんな志村けんさんはいませんよ、まあまた来週コロコロトーキング聞いてください、今週もありがとうございました、また来週